二人のユダヤ人レジスタンスを尋問するマクシミリアン・フォンヘルフ。ユルゲン・シュトロープがハインリヒ・ヒムラーに宛てたワルシャワ・ゲットを放棄の1943年5月の報告書より、マクシミリアン・フォンヘルフはナチス・ドイツの軍人、新衛隊の将軍、新衛隊の銃にある本部の一つ、新衛隊人事本部の本部長を務めた。最終階級は、 新英大大将ハノーファー出身。第一次世界大戦に従軍。一級鉄十字章と二級鉄十字章を受賞している。戦後のバイマル共和国時代、ナチス時代のドイツ国防軍にも残留した。第二次世界大戦回戦の際には、中佐階級となっていた。北アフリカで戦闘団、ホンヘルフを指揮して活躍した。1941年6月に、 岸鉄十字章を叙勲し、10月に大佐に昇進している。1942年4月1日には、国家社会主義ドイツ労働者党に入党、また新英隊に入隊した。1942年5月から敗戦までの間、新英隊人事本部の本部長を務めていた。新英隊の12の本部の本部長たちの中では、唯一の岸鉄十字章の叙勲者であった。 ドイツの敗戦後は捕虜となり、イギリスのコニスヘッドプライリー軍事病院で死去した。ラウトアイントラク・インザイナ・エス・エス・スタマロル、デノック・ダーフ・ダイ・リッチ・タイグ・キット・ディーザー、バーレイ・ハング・ストナーマ・ウェガン・セインズ・シュパトン・エス・エス、ビトリッツ・スタルク・アンス・バイフェルト・ワードン、クエール、アンドレアス・シュルツ、ギュンター・ウェグマン・ウント・ディーター・チンケ、ドイッチ・ロンツ・ジェネラーレウント・アドマール・テイユヴイ デージェネラーレデアバファン、S.S. ウントデアポリツアイ1933から1945、ビブリオ、バーラグビセンドオフ2005、2、バンド、S160 フスノト。ありがとうございます。